はい、皆さんこんにちは、ゲーミーズナウさんです。はい、皆さんこんにちは、ゲーミーズナウです。はい、ということで、うん、ハンターハンターコラボのガチャがやっと来たね。来ました、うん、はい、やっと来た、やっと来ました、うん、本当待ってたんですけど、うん、ここ最近で唯一の僕とピロさんが両方とも普通に好きな本当それなかなかない普通に、はい、うん、でまあね、はい、2人とも知ってるから、うん、まあ、ゴン、うん、キルア、うん、グラピカ、これ星、はい、もう 5,6 でね来て、はい、絶対欲しいじゃん。絶対欲しいですね。絶対欲しいよね、はい、うん、僕はコンプスまで来ます。自分もは来ます、はい、で今回は一応、うん、シロさん編ということで、ね、はい、ガチャ、ね、多分長くなる、むっちゃ可能性が、まあ引きにもよるとは思うけど、はい、ちょっとね分けた方がいいんじゃないかということで、うん、そうでね、うん、まず僕が今回引かせていただきます、うん、でライブで3連してるんですけど、うん、銀卵銀卵モンストローズ、あで出ない、そうだね、だって星玉ね完全にスカッたよね。そう、かけらで49で調整して一発引けばもう引けるって状況にしたんですけど、モンストローズでした。わざわざなっちゃったのにね、はい、あれひどいっすよね。やれひどい、はい、なんであれほんとひどい。早速今回まあいつもね大量に行く時僕らがやっている、うん、アマゾンさんの力を借りて今回もこれはできるだけお得に引いた方がいいよ、まあ、ほんとそうなんですよ。予防線貼っとこう、はい、そうだね、うん、そうだね、ほんと予防線貼っとかないと爆死して終わる、何も残んないから、はい、あるからね、うん、ってことでいきましょう。はい、はい、っていうことで、はい、まあいつも通りね説明もいらないと思うんですけど、うん、Amazon さんで行って髪の毛が、あごめんごめん、ちょっと髪の毛が長くてね、はい、今日長いですね、すません伸びましたね、うん、はい、Amazon さんを使うんで、はい、今もう Android に移行してあります。お、はい、なんで手際はいい。 Amazon コイン使うには Android に行けないんで、うん、Android 今回移行してるんで早速行こう、帰っていこうと思います、うん、はい、でコインの購入の仕方とかも何回もやってるんですけど、まあ何章チャンネルのね、うん、これいつも見てくださってる方だったら、はい、あーアマゾンコインね、そう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 、はい、で今自分の、まあ、多分前回やった時の自分の残り14コイン残ってるんですけど、はい、それでも9786コイン足りませんって出てるんで、うんうんうん、コインここで注文できるんで、うん、モンストの方からアマゾンコインの注文をしていきます、うん、来ました。だってもうしかもまたやばいんでしょ、いつも言いますけどこれもう赤字でね、うん、お得分ももうここで分かるんで、これさ俺毎回言ってるけどさ5万コインを3万8500円ってのがまずおかしいんだよこれ。もう何度目だろうね、うん、もうこれさ、だってさこんな素で話せるお得さある。そう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 、23%オフっすよ、買いますよ。で今回4万円チャージしてるんで、5万コイン買えるんすよ。これで引いた方がいい。いや絶対これで引いた方がいいよ。なんなら年始の分も、あーもうあらかじめね、はい、ありだよ。はいはい、ということで、まあ、5万コインを3万8500円 23% お得で買っていきます。いやー、もう行っちゃう、ね、行ってきましょうか。もうこれで確認押すと、OK ですね。で、まあ、パスワードちょっとね、はい、ちょっと入れるんで、そうそう、パスワードがなってるんでモザイクとかね、うん、かかってると思うんですけど、ちょっと待って、なんかいっぱい入ってる。完了、確定。はい、はい、ってことで、うん、まあ、先ほどあのギフト券でアマゾンコイン購入して、はい、まあ、3万8500円で、うん、あの5万コイン買えたんで、うん、今回5万コインチャージしました、うん、でその5万コインを今回オーブ、はい、オーブに全部変えてきた結果、はい、まあ、もともとちょっとだけあったんですけど895個、はい、チャージしましたと。いやー、ね、相変わらず増えてる、うん、えぐい、まあ、僕らも結構引くときは入れるじゃないですか一気に、うんうん、なんですけど895個ってやばい。こんだけあればまあ引けるよ、うん、まあ、要は5万円分ぐらいですよね、うんうん、ただ使ったお金は3万8500円、うん、だから普通にあの3万8500円で課金したときよりオーブが150個ぐらい、うん、150個ちょいか、うん、なんで30連ちょい分ぐらいオーバーでやれるってことですよ。それなかったよ、もともとなかったものでしょ、うん、それ。いや、おかしいですよ、これ本当に。いつもやっぱね、どういう原理になってるんだってレベルにおかしい。こういう時に本当やっぱね、うん、Amazon の方で、Amazon コインさんの方でこれやるべきって思うもん。うん、まあ毎回やってますけどね。そう。どうで、まあじゃあ引きますかも普通に。てかもう、はい、じゃあ金曜も我慢できないでしょ。はい、いやもうだって2日目だよ今日。いやそんなことなくない。そうだよね。そんなことないよね。はい、これはね。うん。いや本当ないっすよ、初日にコラボ引かなかったってこと、あるかもしれん。はい、ってことでじゃあ早速ガチャ引いていきます。はい、はい、僕を買ってくれてありがとう。
はい、ということで、ガチャン画面来たんでガチャンを引いていきます。狙いはゴンです。ゴンだよね、まあね。で絶対に行きたいのがゴン、キルア。欲を言えばゴン4体、キルア2体、クラピカ2体、まあ一緒だね、はい、うん、ですね。なんでゴン4体狙いの絶対に出るまで引くのがゴン、キルア、はいはいはい、ということで、でもちろんレオリオビスケはラックがライブでね90になるまで、そうそう、引いてるからまとまります。あと今日一応ピックアップはないんで、はい、ないんすよ、2日なんで、うん、変に偏ら寄ってるとね、まずい、そう、ちょっとまずいんですよね。なんでゴンを明日からなんだよね、ピックアップはね。なんでこれ下手したら明日僕ピエロさんと一緒にまたね、あるよゴン行ってんじゃない、あるからね。いやでも出ると思うけどな。いやさすがにね、他の見てる時にあのゴンが120で出ないってのは結構まれだと思う。一体も出ないところないと思うよ、うん、はい。今回ね音も聞こえてますね、音聞こえてますね。であとまあゴン、あとビスケレオリは止まんないっす、もうライブで弾いてるんでね。止まったらもう星5かな。まあまあまあ、まただってこれ、まあでも量分ですからね、全然そうそう、アマゾンで増えた分だからね。そうそうそう、30連目までは全然もうあれだよ、気軽にいけんすよ。シングルみたいなもんだよシングルみたいなもんやばいだろパチクリ、パチクリ見たいな。あと最強玉、パチクリ見たいな。最強玉もなんか、あ、そうだ、あ、来た、でかゴン、はい、まあまあ全然いい、全然いい、まあまあまあ、キルアは正直その2体しかいらないとは言ってたけど、まあいても進化前もだっていた方がいいでしょ、3体全然ありだよ、3体ありっすね。で早い、20連でキルアはでかい、まあ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 、いや全然、いや全然いいっすね、全然いいかは分かんないけど、最強玉の音鳴らないっていうのも知りたいっすね。あ、そうだよ、確定映像欲しいっすよ ね、 見たいね。ピロさんの結局スライショットなってたじゃないですか、そうなってた、開幕なってたみたいだからね。あれしかなかったけど逆にねゴン頼む、いやまあまあまあ、まあ、だってこれは、ね、2体目だからね、欲しかったよ、うちのやつ。嫌な予感すんな、大丈夫大丈夫ってやったの。でも逆にね、 MSP の人はあれ何でしたっけ、クラピカ出ないって人が多かった。嘘、そう、200までクラピカ出なかったとか、他のやつは7体とか引いたり、ああやっぱある程度偏ってんのかな、うん、頼む。いやちょっと早めにゴン抜いときたいな、ゴン抜いときたいね、怖いっすね、早めに、早めにゴン抜いときたいな。いじめてるわけじゃないですね、実質的私服、私服です、はい、全然これん、クリアクあるよ、はい、確定、パチクリ、てかパチクリすんのこれ、エガちゃんと一緒に吹っ飛ばされたんじゃないの、アネイスするんすかね。いやでも自分も見たことないからね。それかあの最強玉か、最強玉、お、ゴ、まあまあまあでもはいはいはい、でも今2-1っすよね、引かないと、行ったは引かないといけないでしょ、溜まった、溜まるのかな、あったあった、ました確定、音鳴ってる、鳴ってましたね、うん、今音鳴ってました。これ多分確定じゃないってことですよね。まあ今のところモンストローズなんで、でもこれ結構出るみたい、やっぱ今回も対象、マジ、はい、イエス、コンプやん、とりあえず終わった、早っ、ここでゴンは熱くないですか、でかいでかい、ゴンもういてほしくない、うっせでもだ4体だからこれ行っちゃおう、行っちゃおうよ、あ、そうだ、これはまあ行くんだけど、うん、今回ハンターハンターはもうぶっぱすって決めてるんで、いいな、今キルア2ゴン1クラピカ1なんで、あとゴン重ねてくだけだね、いいな、じゃあもう止まんないのか、止まんないですね、止まんないね、止まったらなんか最近のキャラ、あ、でも最近のキャラ出てもいい、サラスとか持ってないから、はい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 、これサラス狙うガチじゃないけど、まあもうでも余裕でしょこれだって、気持ちのゴン出たな、なんか偏り人によって違うんですよ、ゴン出たな、俺キルアがいっぱい出てるじゃないですか今、出てるみたいか、これ多分まだ俺90になってないぞ、やっぱ45の出悪いね悪いっすね、いやビスケゼロっすよ、コラボにしては確定、いや
羨ましい。ボンは素直に、なんならパチクリしてほしいな。ボンは素直に羨ましい。 やっぱ最強玉最強っすわ。ここ最近ほほえんできてくれなかったから。最強玉ビスケ、ビスケ外れるならビスケ。まあでもなんだかんだ30連爆死してますからね。でも、ええ、変わった私服っすね。これ触ったからワンちゃんあるらしいっすよ。ないわけないよ。ないわけないでしょ。嘘でしょ。ビスケに勝てりましたね。あれこれ。これやめとけば。またまるじゃん。また。あ、これたまりますね。2体以上出ないとたまります。演出来ないな。まあでもよくよく考えたらさ、演出来たら出るってことですね。そうだね。確定だもんね。ね、だからまあ来ないっちゃ来ないのかもしれんけど。あ、何かもあったね。何かの時もあったね。うん、お。素晴らしい。美味しいそれは。この重なりでか。ゴン2のキルア2クラピカ1で超平均してるじゃん。これでもゴン。これでもゴン。今音鳴った？いやあれや。鳴ってなかったと思う。鳴ってなかったと思う音。え、確定ってこと？いや出てるな。鳴ったかもしれない。あ、うまいじゃん。二体目。あれ？いや、3体目か。まあ、でもなんか、まだ別に引いててもいいみたいな感じのやつ。いいな、もう。はい。あと2体だね、とりあえず、理想は。まあ、進化2体、神化2体したいもんね。ですね。あとまあ、超絶欲を言うなら、キュラー進化前と、クラピカ2体目も欲しい。あと全部1体ずつ欲しいですね。おっし！うわ！クラピカも引け。いや、これ相当偏りなく出てるよ。はい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 、このバランスいいね。バランスいい。キルア3、ゴン2、クラピカ1、うん、もういいんじゃない？これいい引きだ。いや、これは普通、これだよ。こんぐらいの平均で出てくれればね、やっぱいいんだよね。そうそう、今ちょうど100、100いってない？ 110 ぐらいか。なんか別キャラが出ないですね、僕の場合。別キャラ出ないね。別キャラは僕出ないですね。いや、これダメ。これ理想的な引きだわ。ゴン重ね、クラピカ1だぞ。ヒロさんクラピカ2引いてましたよね。クラピカ2。クラピカ別に2引いてもいいもんな。言ってるそうだから。クラピカかと思って。言ってるそうだから別のでやがって。おっしゃ、おっしゃ、やばい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 。これはやばくないですか。今日は久々あれ2体以上引いてないもんね。引いてないよね。うん、この引きパターン。キルア4、ゴン2、クラピカ2。あ、もうキルアちょっと安いのかな。ゴン重ねたいね。ゴン重ねたい。言うなれば、うん、でももういいんじゃないかなってぐらい引いてる。でも出そうだな。こうなんかノリ的に出そうっすよね。うん、てか演出なしでサラサラ出ますね。ねえ。うん、きつそうね。だんだんきつそうに。ああ。はいはい、まあ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 、まあ、キャッチ出ないかな。あ、30。あ、でもたまんじゃないですか、もう一回。うん、はい。これ本当に理想的な引きなんか。おお、久しぶりに進みた。逆回転、逆回転、テンション上がるな。ゴン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 。キルアかー。キルアかー。キラーも正直いらないな。そうね、うん。たまるか。次たまります。これでたまります。6対5とかじゃなきゃ大丈夫です。はい。なんか逆回転のってるのは勝ちくりしてほしいんだよな。2回転。これちょっと音聞いてみましょうか、集中して。そうだね。おお、おお、やばくない？これ美味しすぎだろ。いや出てるわこれ。いやこれ相当出てるわ。ちゃんと出てるって感じ。うん、ちゃんと引いた分返ってきてるね。10日交換してますね。ちゃんと出てる。これだってまたゴム引けたりもういいじゃん。表紙玉で。いやす。なってない。なってないよね。なってない。
音なしだったっす。なしなし。これ出なかったら確定演出の理論は間違ってるってことですよね。だってさ、最初は確か音があって出てたもん。これ出たら分かんなくなりますよね。また分かんないね。ゴン。え、でも確定なのかな。分かんないね。分かんないっすね。もうちょっとね、爆弾じゃないの。キルはよく出るな。キル6っすよ今も。はいはいはい、なんか鼻で笑われたんだけど大丈夫ですか。よし、アマゾンコインっぽいっすよ。なんか目直してゴンゴンゴン、ベリコミゴン、ベリコミゴン、ベリコミゴン、はい、あーちょっと、あ、いいや、じゃあ違う、単発いきますか。単発、うん、はい、さらって出んじゃないですか、単発でも。単発出たらうまいね。うますぎでしょ、単発出たら。単発で結構弾いてるって結構ね、きましたけどね、リクターリーで。さらっと出してる人は出してる。そう、とりあえず90になったでしょ。待って、単発演出行きたいな。行きたいな。ライブの分もあるから。まあ出ないよね。いやもうてか十分なんだよな。あと5分って、あとクラックが進化前作れるから、消えるから。そうだね、はい、あと6回。いや意外出ないもんかな。さらっと、さらっとゴン。うん、いや、来そうなんだけどな。来そうで来ないんですよね。そうそう、来そうではある。やってしねえかな。なんかおまじないないんですか。なんか、いいおまじない。おまじない、おまじない。怖ってる、怖ってる。何も用意してる。何も用意してる。何も言えないんだよ。見えてなさそうだね。ういっ、うん、2回戦。 お逆に熱いよ。あー、ちょっとゴン、ちょっとゴン、ちょっとゴンって感じ。ちょっとゴンでもないでしょ。あと2回。なんか最後よく締めたいですね。確かに。シングル出そうなんだけどな。出そうですけどね。でもあと2回とかになってくると手なそうですよね。ラスト締めますわ。ということで、今回何連したんだ、180連かな、180、違うな、まあ分かんないですけど、いっぱい回して160連ぐらいしたのかな、170ぐらい。そうだね、170ぐらいして、木から、はい、クラピカが3か。グラピカさんのゴンさん、あれゴンさんか。キラーが、そっか、こう見るとキラーに偏ったんだ、はい、でも、まあ、でも、うん、いや、もともとその弾けてる方の偏りだから、そうだね、多分悪くないはず、うん、200でクラピカなしって人もいたし、200でゴンなし、キラーなしって人もいたから、結構均等に出てくれてる方だと思う。均等には出たの、うん、でもやっぱあれっすね、玉やばいっすね。あの50連、玉やっぱでかいね。あれで出ると相当出ますね。ほんといいわ、うん、はいはい、いやー、うん、いいな、普通に。いや、久しぶりに、そういう落ち着きでいいな。久しぶりにアマゾンでひたすらマックス引いて大勝利した。
どれも出ないってこともなかったし、そうかやっぱね今後思ったけどやっぱ主人公っすわ本当に、主人公が最初に弾けてるか弾けてないかで、あとどんぐらい覚えるかみたいな、前回もそうでしたもんね結局。そうそう、まあどのくらいも大体やっぱそうなっちゃう、進化神がありますからね。そう、はい、で今回、まあ、どういうふうにアマゾンに課金したかっていうと、アマゾンコイン利用したんですけど、まあでももう結構見てる方だったら分かると思うんですけど、今アマゾンコイン、今まではなんかちょっとアマゾンストアみたいなね、そうアプリでコインのねチャージとかしてたんですけど、今アプリストアっていう新しいアマゾンのアプリが出まして、まあ、前のね、動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、そうですね、まあ、かなりね、UI が見やすくなってめっちゃ使いやすくなりましたね。よりそうそうそう、本当スマホでゲームね、やってる人だったらすぐ分かるような感じになってるんで、だいぶ操作性とか良くなったしね、はい、さらに見やすくなったりしてるんでね、ぜひねこの機会に、はい、概要欄にねダウンロードリンクとか貼ってありますの です、そちらから行っていただいて、はい、でね、でも iPhone の人はさ、マイクアップできないじゃんみたいな、あると思うんですけど、いや多分ね、まあ、これのためだけにね Android とかあと、Fire タブレットっていうのがねあったりするんで、それとかね使って課金、お得に課金するの全然ありっていうか、現にゲームズでもそれでやってる人いるんで。アマゾンコインの方なんですけど、まあ、今回 23% オフでやったわけじゃないですか、あの価格も変更するんですよ日によって、なんであれチェックしてより安い時に自分でタイミング見てやったりできるんで、てか、まあ、一番割引が低くてももともと超お得なあれなんで、僕とビロさんもアマゾンで行くとき毎回アンドロイド移行してるレベルなんですよ、正直移行とかめんどくさいじゃないですか会社の。そうでもまあうちたまたま会社に端末があったりして、環境あるけど、でもやった方がいい、でもやってるし絶対30連っすよ、ちょっとめんどくさいことするだけで30連、しかも今アプリストアのおかげでめんどくさくもなくなったから、なんでやった方がいいと思う、純粋に一ユーザーとして。そうだよね、で、まあ、今回ハンタークラブもあるし、年末も控えてるのを考えると、年末年始の分やっとくっていうのはかなりありな気がする。まとめてドンみたいなのはした方が結局ね、それ何十連分がお得になるんだったら本当に得だもんな。いやマジ得です、これはこればかりは本当得だと思う。毎回本当もう得得言って、言っててちょっとね、あれになってるかもしれないけど、まあ、でも数値として現れてますからね。本当なんだもん、本当に本当だからしょうがないんだよ、本当だからしょうがないんだよな。あんまいやらしくなく進められるレベルだからな。なんでね、またこういう機会があってチャージ大きくするって時だったり、まあ、少なくても結構割引はもらえるんでね、やっぱ本当前にチェックするのは、ね、はい、まあ、価格ぐらいはチェックしてもいいと思いますよ、何パーセントで。なんでね、ぜひよろしくお願いします。詳しいことは概要欄にありますので、ぜひよろしくお願いします。まあでもあと今回ね、ハンタークラブこれぐらいで出ましたとか、あればコメントなんか、ね、参考になりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。でもまあ、本当今回ね、ゴンがやっぱ引きたいですみたいな人はね、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。引き立ってる人もね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あとツイッターもやってますし、ゲームズの、ね、SNS もやってます、サブチャンネルもやってますね、はい、登録お願いします。よろしくお願いします。あ、今回もゲームズ RPG ラジオ4からお送りしました。よいしょ、ナルピロでした。シロでした。お願いします。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、ゲームズナップです。はい、皆さんこんにちは、ゲームズナップです。ということで、ちょっとね、はいはい、Amazon アプリのインストール手順をね、ちょっと、ゲームズのこれ記事見ながら、いつも通り、まあね、もう差し置き方は分かってるとは思うんですけども、やっぱ改めて説明ね、ちょっとしていこうと思いますんで、見てみましょう。はい、で概要欄にこの記事のリンク貼っておきますんで、そっちをね、そう、まず見ていただいて、で、まあこれもね、Android をお使いの方だったらお分かりになってると思うんですけども、セキュリティ解除しなくてはいけないんで、まず、この設定をして、下の方にあるかな、これセキュリティ押しますと、で、この下にあるかな、これですね、この提供元不明のアプリのインストールを許可をね、オンにしておかないと、Amazon アプリストア あのアプリダウンロードできないので、これまずオンにします。一回この設定をしてくださいと。ありました、はい、はい、でまた記事の方に戻って、はい、でまあこれ今ねオンにしましたよと、でここでもうすでに記事の方にこういうようにね、Amazon アプリストア あのダウンロードがねインストールできるようになってますんで、ちょっと押してみましょう。はい、ボタン押してダウンロードすると、はい、じゃあダウンロード開始これあるんで、はい、押してみましょう。なるかな、大丈夫、はい、でそうすると、はい、あ、来ましたね、あ、Amazon アップストアアプリをダウンロードしていただいておりますはい、はい、はい、で今下にもねこれダウンロードって出てますんで、押していただいて、押すとダウンロードが開始されて、で開くと、開く、はい、もう終わった、はい、はい、はい、まあ次へね、この、いろいろこのありますよと、あ、なってよかった、なった、毎回やっぱねちょっと、あ、なりましたね、開くと、はい、はい、心配なんですよ、あ、来てる、来てますよ、間違いない、それダウンロードしましたからね、間違いない、前があるね、あったりするからね、やっぱりね、
もう引きすぎに次こっちも心配になってきてる、ね、そう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 、はい、はい、でここで、うん、Amazon をねもともとアカウント持ってる方は、うん、サインインしていただいて、はい、でない方は新しくねここで下の方にありますけど、はい、新しい Amazon アカウント設定っていうのがあるんで、はい、まあ、僕は持ってるんでちょっとじゃあここはね、はい、カットになってると思うんですけど、うん、ちょっとサインインするんでお待ちください。これメールアドレスか電話番号があれば簡単に作れるんで持ってない方はそちらで作ってください。はい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 、はい、無事に無事済みました。来てサインもできた。できました。で、はい、さらにそのままも、うん、モンスターサイクルアマゾンも先ほどのリンクから進むと自動的にダウンロードも開始されると、はい、これは便利だ、ね、うん、これもう検索の手間ないんで。しかもこれもさ、うん、この UI もなんかスマホゲームみたいな感じで今までよりも分かりやすくなってない、うん、そうなんか結構アプリが変わって、うん、ゲーマー向けのこういうなんかアマゾンコインとか使ってゲームに課金するって人たちが見やすいようなね今作りにもアプリがなって、はい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 、変わったんでね、まあ、これ多分ダウンロードしてくれれば分かると思うんですけど、うん、確かに前はなんかお買い物寄りな感じあったけどこれさらに分かりやすいかもね、うん、コインって下にもあるし、ね、スマホ、うんうん、はい、で今にそうね、はい、してる中なんでお待ちください。はい、はいはい、インストール今終わりましたん、ね、で開くと Act like でもそう Amazon が来ました。開きました。はい、で、はい、同意する同意する、はい、いつも通りですね。いつも通りここいつも通り、はい、はい、4週年とここ違うこれ4週終わってる可能性あるからねあるね確かにギリギリ大丈夫かなギリギリ大丈夫かはい、で、はい、大事ですけれども、はい、大事ですね、ここはいつもの iPhone からね、はい、端末移行されて使われる方は、うん、前の iPhone の方とか、ね、他の端末で必ずバックアップを、はい、取っておかないとここでね引き継ぎこれ新規スタートで新規スタートになっちゃうんで、はい、僕はもう取ってますんで、はい、します、はいはい、ここが一番怖いところだから怖いですね、はっきり言って、はい、はい、まあ、今ねちょうど僕 の、うん、また連携しましたサインのね、はい、あれ画面はカットっていうかモザイクかかってたかもしれないですけど、はいはいはい、このエクストラガ ID とモンスター連携しますかで、うん、強化するで、バックアップ取ってれば成功するはず。あとは ID ですね、はい、入れればいい。これも今多分ここは隠れてるとは思うんですけど、それも必ずね、まあ、スクショするか覚えておくかしておかないと忘れちゃうとまずいんで、うんうん、ID とかもちゃんと自分で出てくるんで、ね、うん、その ID をスクショしとけばよかった、はい、ナオピロ、ナオピロ僕毎回ね、あなたすごいですよね、こ毎回やっぱり、はい、よかった。で、でダウンロードが、そうそうそうそ う, そう、長い長い、はい、でこれちょっと注意点なんですけど、うん、先ほど言った iOS から移行する方は、まあ、もちろん、うん、Android をね、うん、バックアップって必要があるんですけど、はい、Android から移行する方も、うん、普通のモンスターストライクで今やってる方、こっちモンスターストライク4 Amazon っていう別アプリになるんで、普通のモンスターと何も変わらないんですけど、うん、Amazon コインで課金したいよって人はモンスターストライクからモンスト4 Amazon に移行する必要があります。なので Android の方も一応注意、うん、これ別なんでね、はい、そこだけちょっと一緒かなと思わないように気をつけてください、うん、はい、はい、いやどうで無事に無事ここまでね、はい、終わりましたんで、まあこういう手順で、はい、まずはね、うん、Amazon アプリストアのアプリダウンロードしてもらって、うん、モンスタースライク4 Amazon のアプリをダウンロードするという形になりますんで、うん、詳しくは概要欄にね、このゲームズの記事、はい、URL 貼っておきますんで、まあ、そちらの手順に従って進んでもらえれば分かりやすいのかなと思います、はい、それが一番分かりやすいと思います。分かりやすいので記事ぜひ、うん、この回にぜひ、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もゲームズ RPG スタジオ4からお送りしました。ナビピロでした。シロでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。